ジャンピエール・モーリス・ジョル・ジュベルトワーズは、フランス人の元レーシングドライバー。1965年フランス解散。1968年ヨーロッパ界にチャンピオン。マトラチームと M が深く、スポーツカーレース及び F1 でも長年マトラを買っていた。もともとは2輪でレースのキャリアをスタートさせたが、その後4輪に転向。1964年。 スポーツカーレース参戦時における大クラッシュで負傷。これ以後片足に障害を抱え、また右肘も曲げることができなくなる。しかし、翌1965年に、フランス海産でチャンピオンを獲得するなど、以後も活躍を見せる。マトラ時代、編集1966年1966年、第6戦ドイツ GP において、マトラの F2 マシンで、海一に出走。 会にマシンでの参戦のため、公式にはデビューとはならなかったが、8位で完走を果たしている。1967年翌1967年は、第2戦モナコ GP、第10戦アメリカ GP、第11戦メキシコ GP の参戦に、マトラの F1 マシンで、スポット参戦。モナコ GP は、予選落ちとなったが、アメリカ GP では予選を通過し、 1> 第1デビュー戦を果たし7位完走。メキシコ GP でも同様に7位で完走した。1968年1968年よりレギュラー参戦を果たし、開幕戦の南アフリカ GP で6位に入り、初入賞を記録。第2戦スペイン GP でも5位入賞。この際に初のファステストラップを獲得している。また、第5戦オランダ GP では2位に入り初表彰台を記録。 また二度目のフロリダを記録している。シーズン後半はリタイアが続くが、第九戦イタリア GP では5位入賞。12戦中4度入賞。フロリダ2回という成績を収めた。1968年8月、ドイツグランプリで、マトラオカルベルトアーズ1969年。この年は、第五戦フランス GP で、自身の当時最高位となる2位を記録。これを含め、 全11戦中7度入賞。フロリダ1回の成績で、ランキング5位を獲得。結果的は、回1における自身最高成績となった。また、第3戦モナコ GP で3番グリッド、第9戦カナダ GP で2番グリッドにつけるなど、予選でも速さを見せるようになる。九百七十年九百七十年は、全十三戦中、二度の三位表彰台を含む六度の入賞を記録。 ランキングは9位となった。1971年1971年は、全11戦中3戦は、計7戦のみとなった。それまでは、優勝こそないものの毎シーズンに数回表彰台に、上る活躍を見せていたが、この年は入賞すら、第2戦スペイン GP での6位一度の不本意な成績に終わり、ランキングは22位。シーズン終了後、BRM に移籍する。 BRM 時代、編集1972年、BRM の初年度となった1972年は、全12戦中開幕戦がアルゼンチン GP を欠場したため、11レースへの参戦となった。豪雨の第4戦モナコ GP では、予選4位からスタートでトップをダッシュし、そのまま終始トップを走り続け初優勝。フロリダもマークしており、 2位のジャッキー・イクスに28秒差をつけての完全勝利だった。しかしシーズンを通しては、モナコ GP 以外は、表彰台は愚か、入場すらなしという結果に終わる。1973年1973年も、不振が続き、全15戦中8回のリタイアを期した。そんな中でも4位1回5位3回と、計4度の入賞を記録するが、表彰台に上がることはできなかった。 1974年1974年は、それまでチームのスポンサーだったマールボロが離れてしまい、資金難の中でのレースとなるが、開幕戦アルゼンチン GP で5位に入る、第3戦南アフリカ GP では2位に入り、久々に表彰台に上った。また、第5戦ベルギー GP でも5位に入るが、以降は入賞を記録できなかった。最終戦のアメリカ GP では、デビュー年以来となる。 予選落ちも喫し、この GP をもって、会一からは去っていった。リジェノテストドライバー。編集1975年シーズンオフ。翌年より参戦を開始する。リジェノテストを担当。レギュラードライバーとしての参戦も予定されていたが、共にテストを担当していた、ジャックラフィットと交代となり、会一復帰はかなわなかった。もともと、スポーツカーレースで名を馳せており、会一後も、 スポーツカーレースでは活躍。1980年代には、プジョー 505GT を買って、フランスのツーリングカー選手権で多くの勝利を挙げた。また、ラリーにも参戦していたこともある。2015年1月5日、脳卒中により、セネガルダガールの別荘で死去。77歳ボーツ。1971年のブエノスアイレス 1000km レースにおいては、無謀な行為によって、 死亡事故を招いたとして、アルゼンチン警察に逮捕された。事故に至るまでの経緯は、以下の通り、レース序盤、ベルトワーズの買っていた、マトラのマシンが、序盤にエンジントラブルを起こしストップ。この際、止まった場所が最終コーナーであり、ピットから近かったため、修復のために運ぼうと、降車後にコース上でマシンを押していった。しかし、 危険と避難を促されその場を離れかけた瞬間、バトルで前方の視界を遮られていたイグナツヨギュンティのフェラーリ 312pp が減速する間もなく、コースに残されていたマトラに激突。フェラーリは大破し、炎上、マシンに取り残されたギュンティはそのまま消死してしまった。この件は通常のレース中のアクシデントとしては処理されず、 コース上でマシンを押し進める行為が招いた人災とみなされたため逮捕という事態となった。ただしこのことに加え、イエローフラッグを振っていなかったマシン消化中もレースを続行し、後続者に回避指示を送ることもしないと主催者側に怠慢と取られかねない要素があったことも指摘されている。ありがとうございます。